Hi, I'm Kenta.高校の時の卒業文集に二十歳までに古着屋やるって書いてて、上の人らに舐められたないな思って、かかってこいバカ野郎っていうのを短くしてカカバカ。ルールないみたいな感じはありますわ。感度高い子に来てほしいとか、なんか言う店とか要求あると思うねんけど、そんなこだわりはなく、もういろんな人に来てほしいというか、なんか昔とちゃうな思って、昔もっとこうイケイケやったイメージ、東京に負けられんわよって思っとったんやけど、なんか最近みんな小切れやね。ナパバイマーティンローズ、シュプリームのパーカー、ボトムはフブ、スニーカーがナイキ。ちなみになんですけど、現金ってどれぐらい入ってる？現金はまだ多少は多少は入っとる、多少はね。サイズ常に XL 以上しか着いひんとか、シルエット的な守ってる、まあルールじゃないけどは常にカラフルやと元気になるのね、テンション上がる、ごっつ、うん。